後のいいねな情報はこちら。こちらってここ倉庫？実は私もよく知らないんだけど、とりあえず入ってみよう。行ってみよう。あ、2個あるコイン。あー、すごい。仙台市に寄贈された稽古用能舞台を倉庫の中に移築。仙台演劇工房テンボックスの別館として運営されている能ボックス。能楽師の先生においでいただき、いろは組の3人が能初体験。これでどのぐらい見えます？1箇所しか見えない。見えないでしょ、全然見えない。視界が全然違いますね。そして動きも制限されるんですよ。ご体さながら苦しみて、本来ならしっかり稽古しなければいけないのですが、今回は時間の関係でほんの触りだけ体験。天に響き地に倒れて。そうそう、私はよくできたと思います。難しいものをやると優しいものは簡単にできる。 AKB でもね、ああいう踊りでもやってみたらね、楽にできるって言ってます。今日でこの脳を身近に感じることができる。それが一番です。